はい。箱根駅伝が世界一大好きともうです。いやー、まずね、青学ね、ー路優勝おめでとう。<laughs> いやー、青学出身としてすげー嬉しいですね。で、つい先は箱根駅伝2024ですね。で、青山学院大学がオー路優勝したことに関して、なんかこんな風にね、青学うぜいとか、まあ、駒田応援してたのにとか、まあ、こいつら雑魚のくせにとか、まあ、言ってるやつ結構いたんですけど、 まあ多分ね、まあ駒台の OB の、まあカスがなんか安置してると思うんですけど、これね、実は大型の予想を、まあ駒台の圧勝かって言われるぐらい、えー、ね、言われてたんですけど、ね、青学がね、特にあれっすね、まあ、4区の太田くんからのあの走りがすごかったですね。うん。一気になんかそこで突き放した感が、 俺はあったなっていうのは感じたし、ねこれでねなんか駒台がって言ってるやつとか結構ふざけんなっていうのは思いますね。で、ねまだ明日あるからね。うん、でも、これで結構タイムをね、えー、話したっていうのはすごくでかいっすね。うん。でね、ねえー、雨の中今日、俺も見てきたんですけど、えー すげえ雨降ってましたね。めっちゃ俺髪の毛とか濡れたんすけど、うん。青学 OB なんで、ちょっと応援してきましたね。うん。ってことで俺明日も行くんで、ちょっと、うん。えー、朝の5時に起きて、6、えー、もうね、えー、10時間ぐらい応援してくるんで、えー、駒台の連覇っていうのを止めてほしいなっていうのは思うしね。雑魚とか嫌いとか言ってるやつは、 あんまりふざけんなっていうのは思いますねうん。ってことで、えー、まだね気を緩めず明日ね、えー、頑張ってほしいなっていうのは思いますねうん。負けないでもう少し最後まで走る